星とかける飯山、飯山仮氏、100万円寄付でも領収書を発行しない、百田有元さんと心通ったことはない、梅原さんに切れてない、などでご紹介している飯山さんと星党のあれこれ。いろいろありましたが、星党は高騰となりました。日本星党、政党要件満たし、交付金の支給対象に、衆院選で3人当選、比例選得票率 2% 以上。日本保守党は27日の衆院選で3人が当選したほか、比例選得票率が有効得票総数の 2% 以上となり、国政政党としての政党助成金法上の要件を満たしました。要件を満たす政党は、自民党、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、公明党、れいわ新選組、共産党、参政党、日本保守党、社民党の計10党となった。とのことです。最初の大規模選挙で3議席獲得は奇跡的と言ってもいいのではないでしょうか。参政党の初戦は全国で大出血しながら、神谷氏一人をなんとか当選させました。保守党も現職地方議員の議席と引き換えに国会議員を出した形になりましたが、大躍進と感じます。衆議院議員となった島田氏のポストがありました。日本保守党が私を含め3人の当選を果たしました。多くの有志のおかげです。国会で結果を出します。取り急ぎ御礼まで。とのことです。5議席獲得のニュースも出ていたようですが、たとえ1議席だったとしても快挙だったと思います。政党要件まで満たすのは大勝利かと思います。ただし、有元さんからついに飯山さんも含まれるであろうポストが飛び出しました。今、週刊文春の記者、かっこ男性から電話がありました。選挙戦、お疲れ様でした。躍進の原因は、との友好的な前振りの後、一部 YouTuber の発信内容を鵜呑みにした保守党に関する事実に基づかない質問項目を投げてきました。SNS などでの中傷については今後、弁護士を通じた対応を原則といたします。こちらを引用リポストして、飯山さんについては、ここが正道に戻る最後のチャンスだろう。今日を境に、怨念に YouTube はやめた方がいい。長谷川幸宏氏などは、やっぱり飯山さんが間違っていたと分かった。百田さんすごいと、再びこちらに近寄ってくるのだろう。偽の者と本物を浮き彫りにした選挙でもあった。とのことです。一部 YouTuber に飯山さんが含まれると私は感じましたが、島田氏が引用リポストしたことで、その気持ちが増しました。有元さんに島田氏からの通知は届いているはずですが、現在2024年10月28日21時頃のところ反応はなさそうです。こんな中ですが、当の飯山さんのスタンスは変わりません。まずは、投開票当日のライブより、緊急飯山仮丸買い予告されました。こちら、ライブの概要を読み上げます。分数のところは全て約となります。6分、百田先生の最低クズ女ツイートを紹介。15分、いよいよ、コ・マルロスというアカウントが出た。27分、カレー、百田はスタッフが買ったといい、ウグイス城は飯山の旦那が買ったという、ついに飯山の家族を抗議するという人が現れた。31分、警察官に相談し、調書も書き、被害届も受理された。34分、タッキー&ミーチャンネル紹介。平たく言うと、寄付金控除ができない団体なのに、控除できると言って寄付を受け付けているのではないか。河村括弧当時市長を支援するのを主な目的とした団体であれば控除を受けられるが、点々点。といった内容でした。長谷川氏は、飯山さんの在庫一掃せえると表現したようですが、そろそろ新情報が出てこなくなってきたのかなという印象でした。丸が予告されたから警察に相談したというのは新情報ですが、元候補者ならではの内部情報というわけではありません。寄付金控除できる団体かどうかというのも飯山さんも断言しておらず、元動画を見た方が良さそうです。そして衆院選明けのライブです。日本保守党わずか9855票、これが民意だ、裏切りの代償。3分、元候補者と保守党泥沼バトルの記事を紹介。13分、東京が一番党員が多いから有元さんが東京比例1位だった。19分、15区補選の事務所は飯山さんの支持者だった。25分、百田氏がツイートした15区お疲れ様会に地元の名士は呼びもしない。31分、東京ブロックの得票は参政党よりも低い、令和の半分以下。35分、江東区の比例票を確認したら9855票だった。私は2万4000票だった。とのことでした。江東区の票が減ったのは事実かと思いますし、15区補選の飯山さんの頑張りに疑いはありません。ただ今回も新情報は特にないかなと感じました。飯山さんの今までの発言をまとめると、ココイチカレー事件、公認の際に供託金を急遽払えと言われた。有元さんの記事の地元の名士は、保守党ではなく飯山さんについた。
落選の補填は何もないけど、YouTube で稼げと言われた。飯山さんが補選に出る代わりに、有本さんが都知事選に出ると言ったが出なかった。保守党に100万円寄付した人に領収書が発行されない。飯山さんツイートのパーティーに百田有本氏は来なかった。百田氏ツイートの食事会に飯山さんも地元の名士も呼ばれなかった。飯山さんの選挙は選対本部がなかった。外選者で百田先生が歌うのを注意したら怒られた。耳鳴りのことを相談したら気遣いの言葉一つなかった。翼の塔を百田先生が挑発し、実際に来たら逃げた。百田氏が動画非公開にしていたのを公開にした。島田氏に自民から出馬と言われたがデマだった。このあたりでしょうか。そろそろ飯山さんが暴露開始する以前のエピソードはつけてきたように思います。個人的には選挙も終わったことだし、在庫が一掃されたのであれば、そろそろ一区切りされた方がいいようにも感じます。もちろん批判に対しての反論は続けていかれれば良いとは思いますが、現状飯山さんがデッドリンチを受けているような状況であることは事実です。ただ飯山さんも J キスはなどネットリンチを引き起こしかねない発言をしてきたのも事実です。自分がされたら被害者、自分がやるときは正義の鉄槌というのは整合性が取れていないように感じます。それよりも気になるのは島田氏のツイートです。メッセージをいただいた皆さん、ありがとうございます。日本保守党のスタッフ、ボランティア、支援者の皆、同志全員の勝利です。日本の力を抑え込んできた腐った綺麗事政治を叩き潰そう。私が議員になれば国会の場で独自核抑止力の保持を主張する。これまで誰もやらなかったことだ。日本も核抑止力を持ってこそ中国との間で相互核軍縮や平時において核ミサイルの照準を相手領土から外すなど現実に日本国民の安全を確保する核協議が可能になる。とのことです。力強い言葉が続きますが議員になってどう変化していくのか。まずは法案を出していただくことに期待します。ケンカー君は保守党が行動になって悔しかったりして、また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。残った優秀たちの最後の舞台、チャンピオンズミーティングクラシック決勝。一番人気はもちろんこの子。ここまで無敗二冠馬娘テイエムオペラ王、人気と実力を兼ね備えた。ここまで無敗秋の三冠馬娘9番ジェンティルドンナ、今日は3番人気です。対抗するのはここまで無敗三冠馬娘4番ジャングルポケット、十分に勝利を狙えますよ。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気テイエムオペラをサイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は8番ジェンティルドンナ、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ18馬身、前から大きく開きました。間延びした展開です。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。先頭は相変わらずサイレンス鈴鹿、続いて8番ジェンティルドンナ、1馬身差テイエムオペラを、2馬身3馬身開いて9番ジェンティルドンナ、その後から5番ジャングルポケット、2馬身3馬身開いてエイシンフラッシュ、4番ジャングルポケット並びかけてきた。後ろネオユニバース、後からライスネイチャー、息を揚々と先頭を行きます。サイレンス鈴鹿どうでしょうこの展開。上がってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、ここで先頭は9番ジェンティルドンナ、大手焼きを越え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ち越された。さあ外から先頭を伺うのは8番ジェンティルドンナ、8番ジェンティルドンナ、ここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのは9番ジェンティルドンナ、最終コーナーを曲がって
最初に駆け抜けてきたのは8番ジェンティルドンナ。栄光まで400。 TM オペラを食らいついてゆく。8番ジェンティルドンナ、早い早い、もはや独走状態。8番ジェンティルドンナ先行は8番ジェンティルドンナ、それは強い。200を通過。8番ジェンティルドンナ足色は衰える。お見事。8番ジェンティルドンナ着差以上の強さを見せた。見事な勝利です。勝ったのは8番ジェンティルドンナ。チャンピオンズミーティングクラシックの栄冠を見事に掴み取りました。2着には TM オペラを、3着9番ジェンティルドンナ。輝きでは負けていなかっただろう。